どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、こちらのガズのわがままウクレレのクラウドファンディングに関しての最新情報をちょっとお届けしようと思います。実はですね、これベトナムで作ってる職人さんが1本ずつ仕上げてるオール単板材のものすごく音が良くてめっちゃ弾きやすいガズのこだわりがいっぱい詰まったガズのわがままウクレレというのをクラウドファンディングで発表というか、こう皆さんにご支援いただいているという企画をやっていてですね、ありがたいことで初日で目標金額達成したということなんですけど、まだ、クラウドファンディング期間中なんですよ。で、今何があるかというと、ガズさんのマンツーマンレッスンとこのウクレレがついているだとか、そういうものはあるんですけど、まあ、ちょっとクラウドファンディングページ、もう一回ご確認ください。これガズレル .com、ガズレルホームページの中に、トップページのところにリンクかかってますんで、ここでちょっとガズレル .com から、クラウドファンディングページ、ぜひご覧いただきたいんですけど、ご支援いただいた方、その後どうなってるかちょっと気になってる方もいるでしょうから、進捗状況を、ここでシェアしておきたいと思います。今これ使ってるウクレレ、これベトナムから届いた最新のサンプルなんですよ。見てください。はい、ここに穴が開いて、ここにね、ケーブルをブスッと刺して、これエレキウクレレになるやつなんですね。で、これがですね、来たばっかで、私もチェックしたらかなり音いいです。すっごいナチュラルで、ほんとボディのヒットのこのポンコンって音も拾うタイプのやつなんでね、ほんといいです。で、申し訳ないですけど、ちょっとここでアンプのセッティングができたので、これ後日、レビューしますんで、もうちょっとお待ちください。で、今回はですね、言いたいのはね、このペグなんですよ、この糸巻きのところ、ここも木でしょ。これが最初ね、木にしたかったんだけど、どうもうまくいかなくて、いろいろ右往左往してたんですけど、なんとかこれこぎつけました。これ何の木かというと、この木と一緒なんですよ。ボディのトップ材のアカシアコアという木を、ベトナムで削り出して、一個ずつこうやって取り付けてるんですよ。これ動きも滑らかなこのギアペグを採用してますけれども、こういうところとか、あとね、この指板に関する秘密とか、ボディ材に関する秘密とか、現場で、高めでね、10年ぐらい、工場で、職人やってた、モジャ、川上くん。この人ですよ、この人。この人がもう、今ももう、きちきちこのベトナムでね、この作業してくださってるんですけど、彼が、Facebook ページでね、ページ持ってるんですよね。モジャ川上って検索すると出てくると思うんですけど。で、彼の、今まで書いてもらったその投稿をまとめて、ブログに私ちょっとまとめてるんで、ちょっとそこも合わせて、ここにリンク貼っておきますよ。その、ガズさんのブログでその、このウクレレのことどういう風になってるかって説明してるんで、ここちょっと見に行ってもらいたいんですけど、そこでも書いてあるんですけど、ここのフレットがないことのこだわりだとか、あとこのブリッジのね、この弦の止めるところのこだわりだとかね、ほんとね、この、なんていうのかな、こだわりが詰まってるんですよ、すごく。で、このピックアップに関しても、やっぱりこう、ただもんじゃない、いいものを使ってますからね。もちろんこのコーナーを丸くして、もう本当に手触りも良くって、なんかもう、キュッてやりたくなる感じの音もね、やっぱりもう、本当に。とにかく一番のこだわり、この弦高の低さですから、ここ押さえにくいっていうのはやっぱね、低すぎるとまた音が詰まっちゃいますからね、この絶妙な、これこそまあ職人の手仕事っていう感じなんですけど、そんなようなことをレビューをですね、まとめてますんで、ぜひご覧ください。で、川上医師が、モジャ君がね、ベトナムで、こんなことがあったって、たまにその報告を上げてくれるんで、私もそれを追ってるんですけど、そんなことも楽しみにしていただいて。で、クラウドファンディング、まあ先ほど言ったんですけど、まだ継続中です。ガズさんとマンツーマンレッスンでウクレレとか、どうですか？もうどんなことでも私は答えますからね。2時間。よろしくお願いします。あと一緒にベトナムに行って、向こうで観光とかも、そっちレッスンもついてますから、そういうちょっとね、面白い企画のものだけが残ってますんで、もしご興味あったらぜひご支援いただきたいんですけど、まあ、もうウクレレを心待ちにされてる方、順調に今進んでますんで、ご安心ください。またこんな感じでその進捗状況はちょこちょこシェアしていこうと思っております。はい。今、段ボールの梱包はどうするかとか、そんなこと日々やり取りしてますんで。はい。そんなことでございました。はい。ご支援いただいた皆様ありがとうございます。はい。それでは、今日は進捗状況、途中経過報告でした。まだクラウドファンディング終わってないですからね。ありがとうございます。よろしくお願いします。さようなら、バイバイ、またね。